はい、最近猫を車で引きかけたタチネルですけど、まあね、引かなくてよかったです。ほんと引かなくてよかったですよ。ただ本当にすぐ飛び出してくるんでね、夜ね、気をつけてても気をつけようがない部分がありますが、今日は2000系の茶色の電車、そうそうここ通るって言うんで撮影に来ました。じゃあ2000系の茶色来るまで待ちたいと思います。じゃあね、3番系は撮りませんからね、ここカットでカット。はい、茶色い電車の1本前に黄色い電車が来るっていうんで、まあ黄色い電車撮りますかね。はい、間もなく来ますね、間もなくやってきます。車番が映るといいんですけど、あの方まで映るのかなって思うんで、ごめんなさい。わかりましたか、番号。番号8なの？わかんないです。僕見てなかったんで。なんかね、番号見えるといいんですけど。はい、後ろから茶色来てると思うんで、茶色を取ります。間違いなく来てると思います。はい、いかがだったでしょうか。黄色は影でも分かりますけど、茶色は影じゃ分かんないですよね。僕黒に見えましたよ。変更のレンズしてるんであれですけど、いや黒に見えちゃったな。ちょっと日の当たるところで撮りましょうか。移動します。はい、場所を移動しました。そこが池袋の留置線のラストの部分で、この下、見えないな、この下が山手線です。黄色いっぱい走ってるじゃないかとか言わないでくださいよ。なかなか黄色と黄色がすれ違うの最近難しいんですから。これはラッキーな方なんですよ、ラッキー。チャイドくんが出てこないと入れないんですよ。出てきた、出てきた。
はい、行きましたね。音に関してはお疲れ様でした。